笠松山から望む全坊さ山全坊さ山は兵庫県笠井市にある標高251メートルの山。山頂には室町時代に全坊山城があった。全坊さ山と笠松山を含めた山系は笠井アルプスとも称される。一帯は小北家自然公園に指定されている。かつて一帯は修験場として多くの信者を集めた。 全貌山山頂はこれまでは、木々が生い茂り展望は全く望めなかったが、2016年4月に、地元の有志によって、山頂の木々が伐採、整備され、山頂からは西に、笠松山、北は、笠形山や千賀、峰の北張間の山々、東は、大船山などの北雪、丹波方面の山々、また南には、加古川、高砂の工場地帯、遠く張りなだ。 淡路島が望める現在はやや南に位置する一条寺は創建当時には、この周辺にあったと推定されており、現在も残る笠松山麓の古刹、古北家寺には、日本最古、奈良時代の三尊石仏である、白鳳石仏を本尊とし祀られる。古北家は、北家山一条寺の旧地の意味と言われている。その地形から全坊山にはかつて全坊山城が築かれ、 古戦場であった。赤松の李主家が城を築いていたが、各喫の乱で落城した。明治初期まではこの山麓には人骨がゴロゴロしていたと伝えられる。現在も狭い山頂には遺構が残るが、本丸の四角部は巨岩が剥き出しになっている。ありがとうございます。